じゃこんにちは、ゆたかさん、はい、今年の甲子園を沸かせた一人、佐々木麟太郎選手、おなんと海外に視察に行っているという情報が入ってきました。なるほど、学校どうしてるの？学校休んだか。そうか、シルバーウィークだったんですか ね、もしかするとわからないんですけれども、はい、まあ、今年の秋のドラフト会議で1位候補に挙げられているこの岩手の花巻東の佐々木麟太郎選手、はい、アメリカの大学の施設見学などを目的に渡米していたことが分かったということで、アメリカ南部のテネシー州のバンダービルト大学など複数の大学の施設を見学するほか、うん、メジャー2球団から3球団の施設にも足を運び、まあ、近日中に日本に戻っている、まあ、この動画を出している時はもしかするともう帰ってきてるかもしれないんですけど、いやそれ視察行ったらさ、はい、向こうに憧れると思うわ。それはやっぱ整ってるもん、まあ、大学にしても、まあ、大学にしてもプロと一緒ぐらいの施設は持ってるからね、アメリカは。そうですよね。あ、いいな、夢が広がって。いやそうなんですよ、俺なんかもう死んでいくしかないもん、ね、そんなことない。いやそんなのユーチューバーとしてさらに謳歌していくっていうのもありますけれども、はいはい、この情報が出たということは、で、はい、プロ志望届は、まあ、10月1週目までなんですけども、まだ出すかどうかというのは明らかにはしていない。まあそうだね、志望届を出して一流の球団じゃなかったら蹴れるっていうことはあるのかな。まあ、タザールールが撤廃になったので蹴れることは蹴れると思うんですよ。なるほど、まあ、蹴っても NPB には制限なくまた戻ってこれるっていうのはできましたけれども、まあ、ね、うん、まあ、一応出しておいて、いや一応の球団じゃないんでお断りしますみたいなことになったらまた困るよね。またこうやってルールがっていうことはできてくるような気はするけども、はい、その進路というのは個人の自由でね、うん、アメリカ留学するっていうのも一つのいいことじゃないかなって思うけどね。そうですよね。で先ほど言ったそのバンダービルト大学っていうのが現在のカブスのダンスビー・スワンソン選手らメジャーのドラフト1巡目指名選手を輩出した大学でもあったりするので、うん、まあ、名門なのかわからないですけれども、うん、まあ、輩出校だと。まあ、アメリカはさ、はい、教育的に自分の特徴を生かしてくれるような教育をしてくれるからね、はい、まあ、例えばその佐々木麟太郎って言ったら、まあ、長打力じゃん、はい、だからそこをもう本当に伸ばすという、うん、まあ、日本だったら長打力は認めるけど守備走力っていうのがダメだからもうそこに徹底してやるとか、はい、まあ、そうじゃなくて麟太郎の考え、佐々木麟太郎の考えっていうのはやっぱ特徴をいかに伸ばしてその特徴だけでプロの世界、メジャーの世界とか日本のプロ野球の世界で活躍できるぐらいのことは考えてるんだと思う。あ、それをやってくれるのはアメリカなのかなっていうふうには思ってるかもわからないけど、まあ、スケール感は出てくると思うよね、はい、アメリカの方が、アメリカの方がそうですね、うん、高校がさ、先輩大谷とか、はい、菊池雄星とか、はい、やっぱりそういう選手を見てると、うん、だって子どもの頃から接してるわけでしょ、はい、それがメジャーで活躍してる、うん、その夢を持つっていうのはアメリカに、これはもう自然なことだよね、子供だったらね。で今回そのアメリカの施設見学などでアテンドをしたのが有名なボラスっていう代理人、ボラス氏なんですけれども、はいはい、花巻東の先輩の菊池雄星投手の代理人でもあるということで、はいはい、もうそこの代理人がすでにアテンドをしているっていうこともそっち路線なのかなっていうのをますますこう思ってしまう、うん、で早ければ21歳以上であればメジャーには行けるのでもう2年後には行けると、年齢的には、まあ、そうだね、はい、だから、まあ、大学途中でもドラフトの権利は持ってるということでしょ、はい、これがどうかな分かんないけどね、うん、親父はどう言ってるのかな、まあ、記事によるとですよ、うん、そもそもお父様は進学をしてほしいと、はいはい、大学に、はい、で本人はプロに行きたいと言っていると、でなかなかこう折り合いがつかなかったところでじゃあ2人の折衝案でアメリカに留学っていうのが、うん、まあ、出てきたっていうふうに記事は出してるんですけれども、うん、何が一番いい選択なのかっていうのは、うん、まあ、佐々木麟太郎という選手の性格がどうなのかっていうことも知りたいよね、はい、そうですね、うん、物おじしないで、うん、まあ、どこ行ったって野球はできるっていうふうな考え方であれば、うん、まあ、留学も良しとするし、うん、まあ、だけどやっぱりちょっと寂しがり屋で、はい、今夢ばっかり追っかけて現状を知らないわけじゃない、うん、だ現状に入った途端にホームシックになるとか、うん、日本が恋しくなるとか、まあ、そういうことであれば行ったってしょうがないしな、まあ、そうですよ、ね、うん、で語学はどうなのかとか、
うん、アメリカだったら大学生ぐらいだったら通訳なんか絶対つけないだろうし、ダメですね、だからその自分で語学を磨いていかなきゃいけない、うん、その手間暇とかね、うん、まあ、そういうこと考えるとどうなんだろうとか、うん、まあ、いろいろ考えるよね。どうですか、18歳の男の子がアメリカの大学の施設とかメジャーとかの球団を見せられて、その代理人ポラスさんと一緒に俺ここでやりたいって思う気持ちが、さ、分かるよ、なりますよね、分かるよ。だって俺なんか俺なんかの話してもしょうがないんだけどさ、広島市民球場、はい、ね、プロに入ったらボッコボコの球場だったんだけど、はい、高校1年の時足を踏み入れた途端に興奮状態だったからね、あ、ここがプロ、ね、カープと、まあ、例えばジャイアンツファンだったから、はい、え、ここ昔長嶋さんが守ってたとこだよねみたいな、今キヌガスさんとか守ってるよねみたいな、もうそれだけでやっぱ興奮したもんね。そうですよね、施設を見せられて、はい、アメリカのあの天気がいい時のあの澄み切った空、うん、南部の、はい、気候乾燥してる、あったかい、うん、いいね、ね、そう思っちゃうよね。いや、そう思うよ、そらですよね。だから結局そのお父様の言う進学という意味ではアメリカの大学に進学できる、凛太郎選手はプロにいち早く行きたい、でアメリカだと2年でプロに行けるっていうのが同時に叶うのっていうのは、やっぱりアメリカ進学っていう風になる気持ちも、まあ、分かるよね、分かりますよね。まあ、ただあのお父さんとすればやっぱ子供をこうずっと高校野球の監督やってて見てて、まあ、野球っていうのは打つだけじゃなくて、はい、やっぱ守りとか走塁とか、うん、いろんなことも同時にやらないとやっぱいけないんだよという、まあ、それを日本の大学でまあしっかり学んでほしいなっていう、子供から大人になる間にやっぱり人としても成長してほしいなっていう、これは親心が入ってるよね、はい、うん、それは分かる。ただ子供はバットを振り始めた時からプロを目指し、大谷を見た瞬間大谷選手みたいに打ちたいみたいな、その夢があって、やっとその夢が実現できる時にあの釘を刺されるっていうのは、うん、やっぱ子供としては納得しできない、これは分かる、はい、すごく。だから俺も、まあ、俺がプロに高校の時行くって言ったら買い占めだったけどね、うん、はい、うん、で買い占めでもいや絶対プロ入ったら順位とか関係なくね頑張れるとかいろいろ思ってたけども、やっぱ大学行って俺は良かったかなと思うしね、うん、だからまあ人それぞれその人生、まあ、考え方とか、まあ、いろんなことがあって、子供の時に考えることっていうのはより夢に近づこうとはするよね、はい、絶対に、うん、これはもうしょうがない、自分が努力してやってきたことだから。でもやっぱり人生って長いって考えると、やっぱそこで早まるよりはっていうのもあるよね、うん、その中間点がアメリカという、はい、アメリカいいじゃない、まあ、そうですね、うん、そう考えた。だからアメリカで、まあ、21歳になった時にメジャー球団から、まあ、指名を受けてメジャーリーグに行くことを目的としているのか、それともはたまた、まあ、やってみてやっぱアメリカはメジャーの壁って厚いんだな、じゃあ日本に戻ってこよう、まあ、ワンクッション入れて、はい、アメリカの大学からまたプロ志望届を出して NPB のドラフトにかかるっていう手もありますし、うん、選択肢は、まあ、タザールールがなくなったので、うん、選択肢はいくらでもある。でもやっぱりもうグローバルな社会になってるし、うん、だからまあそういう選択肢、まあ、いろんなやり方っていうのはもう全然増えてもいいし、はい、でアメリカで留学してそっちで野球を学ぶっていうこともすごく大切なことかもわからないし、うん、これからまた主流になってくるかもわからないしね。そうですよね、またそこで逆輸入っていう形で、うん、まあ、長距離打者として、うん、日本に戻ってくることももちろん、まあ、長距離打者っていうかアベレージヒッターなんて何の魅力もないからね、あの子は。まあそうですよね、だから、うん、さらにパワーアップして、うん、常に50本打てるぐらいのバッターになる可能性だってあるわけだからさ、はい、だからその夢はそうだな、広がるかな、うん、アメリカの方が、ね、なんかそんな感じがするよね。ですよね。だ今回のこの本当に佐々木麟太郎選手が海外に行ってっていう、そういうモデルっていうか一つ道が出来上がると、後に続く選手たちも、あ、そういうこともできるんだっていう道は、うん、まあ、広がりはします、まあ、そうだね、うん、だから、まあ、最初にさ先駆者って言われる人は何かかんか言われるよ、うん、まあ、だけどそれにくじけないでね、はい、まあ、自分の本当に信じる道を、うん、まあ、行ってほしいなっていうふうには思うし、うん、これは誰にアドバイスされるっていうよりもやっぱり自分で責任が取れるように自分で決断してほしいな。あ、
最後はそうそうそう、うん、まあお父さんというあの最高の理解者とか相談相手がいるわけだから、そこにはしっかりね話し合いをつけて、はい、自分が決断した道を本当に進んでほしいなと思う。そうですね、悔いのないように、うん、いや悔いのないようにでね、人に決められて、うん、じゃあそうしとくかっていうと必ず後悔が出た時に恨むようになるから、はい、で頑張れなくなるから、うん、じゃなくて自分で決めた道っていうのは自分の責任だから頑張ろうとするんだよね、うん、だからそこら辺をこうしっかり考えて悔いのないように、うん、まあ、進んでってほしいなと思うね。そうですね、まあ、どっちみち野球はねずっと続けて、うん、はい、ね、最高峰を目指していくわけだろうから、うん、どこにいたって日本人が頑張ってるって言えばね、やっぱ我々も応援したいし、うん、まあ、頑張ってほしいなと思うけどね。そうですね、はい、